こんばんは。猫はいないです。こんばんは皆さん。初見、葵ちゃん、こんばんは。こんばんは。初見です。ほんまや、初見って書いてライオンさん、ありがとうございます。少年チャンピオン15冊買うの大変やった。待って、なんでそんな買ってくださってるんですか、15冊も。え、画質良くない？どうやったら画質良くなるのこれ。あ、これか、高画質。いけた？今高画質にしました。お話し会当選して、やったー。オッケー、綺麗になってオッケーです。よかった。なんかショールーム公演後にはしてたけどさ、なんかそんな高画質とかさいじってなかったからよかった、綺麗になって。漫画アクションよかった、ありがとうございます。そう、今回ね、少年チャンピオンさんはすごくあのページが思ってた以上に多くてびっくりしました。お話し会完売出てるね、ありがとうございます。ほんと皆さんのおかげです、ありがとうございます。はい、というわけで本題にも入っちゃうんですけどね、今回ナンバトル2が始まるということで、愛、マイ、愛、ウン、ジェってあるんですよ。そう、それで愛が、まあ、マイがそのパフォーマンス N と M で戦ってたりするんですけど、まあ、それは団体戦なんですよ。でも愛はファンの方の投票で次の27枚目のシングルとアンダーガールズの、そうてか簡単に言えば総選挙みたいな感じで決まっちゃうんですけど、そう、それでなんですかね、まあ、今回こうして26枚目シングルに選んでいただいたからには絶対27枚目シングルの選抜にもう入るのは大前提として、絶対に私はセンターを狙いたいなと思ってるので、はい、ほんまよく気づきましたね。ハッシュダークになってないって、なんでなんやろ。タグありがとう、教えてくれて。そう、絶対に、そうセンターを狙いたいなと思ってます。今回なんかすごい、ありがとうございます、服ってきたそう、絶対に絶対に1位を狙いたいので、もう今からファンの方と協力し合って頑張っていけたらいいなと思ってるので、センター頑張って、頑張ります。本当に目指したいです、投票します、ありがとうございますということで、そうですね、はい、今回はで J っていうのが多分ファンの方はすごく気になってると思うんですけど、 J はあのジョーシンさんの CM を今 NMB48 がさせていただいてるんですよ。でそこにそのさせていただいてるメンバーさんが渋谷渚さんと小島かりんちゃんと梅もこなちゃんでなんですけど、そう、梅もここなちゃんが NMB48 卒業するということで、その枠に誰か一人また入れるんですけど、でもその枠が一つしかないので、でも私はそこも狙いたいなと思ってますそうだから、そう、そこも狙いたい、もう狙えるところは狙おうと思ってるので、私は絶対に負けたくないのでそう、そこも狙いたいなと思ってるので、はいそう、今年はもう遠慮せずにガツガツ行こうって決めてるので、自分の中で。なのでファンの方にもたくさん甘えたいと思いますし、たくさんなんかお互いなんていうの、ゆずも頼るしファンの方にも頼ってもらいたいなって思ってますそう、絶対に負けたくないなって思ってますそう、前まで結構なんか私なんかっていうことが多かったんですけど、
もう今回に関しては負けてられないので本当に。そうなんですかね、まあナンバ鉄砲隊の時もたくさん甘えさせていただいたし、たくさん耐えらせていただいたんですけど、やっぱりなんですかね、あともうちょっと遠慮してたなと思う部分があったので、今回は遠慮せずにもうガツガツね、お互いなんですか、本当に頼りたいし頼ってもらいたいなと思ってるので負けたくないので、はい、精一杯頑張りたいと思います。もう運とかはね、もうその日の運次第じゃないですか、正直。で、そう、スタッフじゃない、あの金子さんの方、金子さんの方で、金子さんもその楽しんでほしいって言ってたんで、運はゲームなんで、そう、運はもうその日にかけるんですけどそう、もうこの愛に関してはファンの方との地道な努力だったりアピールする力も大切だと思うので、はい、そうですね、やっぱいつも応援してくださる方もすごいありがたいし、そう、もっともっと頼っていきたいなと思ってるんですけど、やっぱグラビアでしてくださった方にもこの子気になると思ってお話会に来ていただいたりもしたいなと思ってるのでそう、皆さんと一緒に頑張りたいなと思ってます。ゆずの頑張る宣言に見事に引っかかってトリコになった口ですありがとうございます。ぜひぜひお話し会も来てくださいね、待ってるのでほんまにもっといろんな方に見ていただけたらいいなと思ってるし、とにかく負けたくないので、私はせっかく配信機出ちゃったんです、なんかループしてたみたいでごめんなさい。そう、ほら、お話し会のお支払いも明日までらしいので、皆さんぜひぜひ忘れずにお願いしますということで、はい、タグを決めていこうと思います。何がいいんですかね、うん、じゃあ結構なんか私ファンの方のツイートを結構見たりするんですよそしたら、まあ、今回こうなんですかね、私のキャッチフレーズのエースの座譲らへんでをそのまま使うっていうのもいいって書いてくださってる方もいてで、私その中に上心っていう文字も入れたいんですよ、どっちも狙うからにはそう、上心っていう名前も入れたくて、だから一緒くたにする感じですね。そう、一つのタグにナンバトルのこかん、ナンバトルっていう名前入れへんかったとしてもナンバトル関連のことを入れて、それプラス上心っていう名前も入れたいので、注文が多いそう、ちょっと難しいかもしれないんですけどなあ、難しいよなそう、上心っていう名前も入れれたらいいなと思ってます。そう、ハッシュタグ一つにしようかなと思ってて、そう、なんかこれいいよな、センターも上心も譲らへんで。でもなんか私的にはやっぱ大阪っていうそのガツガツ感を見せたいので、関西弁を入れてもいいんじゃないかなとも思っててそれでも私はなんていうの、やっぱり今までさ、何をするにも何々譲らへんでっていう、その譲らへんでっていう文字をずっと入れてきてるじゃないですか。そう、だから、うん、譲らへんでっていう言葉はできたら入れたいなって思ってます、うん、メモっていこう。センターも上心も、とったるでかっこいいな。でも私そういうの好きです、とったるでとか、あのてっぺんとったんでとか大好き。センターも上心、譲らへんでっていうのはいいなって思ってます。自分のキャッチフレーズなんですけど、
なんがいいんですかね。うーん、ねえこれ月が選抜と上司のてっぺん、え、それいいやん。でも持っていこう。選抜と鼻が良くなってきた。センターも上司も誰にも譲らへんで、そう、なんか確かにね、なんか凝りすぎるっていうよりかは確かにストレートに言えたらいいなと思ってるので、センターも上司も誰にも譲らへんで。ねこれハッシュタグってさ、びっくりマーク反応あれしやんよな。なんかセンターがちょっと長、上司って名前絶対入れたいんですけど、センターをなんか短くしたら、記号とアンダーバーだけかな。あ、記号はあかんない。オッケー。愛と需要は私にかっこいい。それもかっこいいの。でもなんかコンパクトでめちゃくちゃいいですね。確かにてっぺんの方がなんかな、大阪感あるしいいと思うよな。てっぺん、ちょっと、てっぺんも上心も譲らへんで。ってなんか J もいいなって思ったけど、なんか J ってさ、そのナンバトル見てくれてる人は知ってるけど、いざその一般の人が J ってなんやってなった時に、そう、困惑するかなと思って、上心がいいなと思って。てっぺんも上心も譲らへんで。でもてっぺんいい。てっぺんも上司も譲らへんで。ちょっと長い。そう、なんか譲らへんでってさ、他のメンバーのキャッチフレーズにないなと思ってて、ゆず的に。わかりやすい。てっぺんも上司も譲らへんで。なんかこれが今ゆずの中でしっくりきてます。こんばんは、初見さんですね。マナーツさん、台湾の方か、ありがとうございます。そう、私も譲らへんでは絶対入れたいんですよ。これでいいと思いますか。てっぺんも上司も譲らへんで。はじめまして、ベンです。ベンさん、ありがとうございます。それでいいと思う。それにしよう。いいと思う。じゃあ、はい、決まりました。ハッシュタグ待ってくださいね。なんか嬉しい、久々こうやってみんなで決めるの嬉しいです。てっぺんも上心も、間違えた、なんかナンバトル思い出します。はい、これに決まりました。てっぺんも上司も譲らへんで、譲らへんで。はい、これ見えますか。
これに決まりました。てっぺんも上司譲らへんで決まりました。ありがとうございます。皆さん決めてくださって一緒に感謝感謝です。そうもうねありがたいことに今回のお話し会はそう何部だ6部かまさかの6部制ということで本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。そうもうハッシュタグつけまくっちゃってください。ナンバトルね頑張りたいですね。本当にてっぺんも上司も譲らへんで。まさかの15分経過しましたよスクショして一番意味ないやつやん。ゆずは漢字じゃなくて OK。 うんひらがなで大丈夫です。ゆずらへんでのこれはまりました。そうありがたいことにお話し会も6部制になったということなんですけど4つも完売してるみたいですごく嬉しいです。ゆずじゃなくてうわちょっと待ってそれもいいな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと悩みたい。これはゆずらへんでの感じをゆずのゆずにするかあの奇変の私の名前のゆずにするか。新しいもんなそれやったことないそういうの。ちょっと待って悩むぞ。ゆずらへんでちょっと一回悩んでいいですか。あ、けがひらがなの方が読みやすいですか。どうなる。ああ子供はすごいそこまで配慮してくれてる。確かにお子様も読めた方がいいか。そうキャッチフレーズはひらがななんですよ。そっちに合わせた方がいい。ゆずって呼ぶ人もいいかひらがなかな。オッケーじゃあひらがなにします。ありがとうございます。いっぱい皆さんあれアドバイスくださって感謝です。よいしょありがとうございます、うん、じゃあひらがなでこのままにしますね。ありがとうございます。そうなんかねショールームできてない間でいろいろありすぎてそうツイートするのが遅くなってしまったりだとかナンバトルのことについてそうファンの方から何か言わないのみたいないっぱい来てたんですけど、そう私の中でやっぱ今回は27枚目シングルの選抜が決まるってことなんで慎重に行きたいなと思っててめちゃくちゃ。あそのツイートするまでにそうツイートするまでに慎重に行きたいなと思ってたんでちょっと遅くなってしまったのは申し訳ないんですけど初見です。ありがとうございます。なんて名前漢字が難しいそれも絶対にてっぺん取りたいので絶対に頑張りたいと思います大事にあったかしらないいじってますよねめちゃくちゃ。もうあの時本当にやばかったんですからもう緊張しすぎてほんまに平均点のことしか言えなかったです。緊張しすぎてグラビアの勢い去年より増してる気がする。本当ですか嬉しいです。でもやっぱこのシングル発売もあるのでそれにかけてたくさんの雑誌に出させていただいてます。最近忙しそうだもんね。体調はどう。もう全然大丈夫ですよ。逆に大丈夫ですか体調。皆さんは超真面目な顔。そうなんです。本当にもう笑えなかったですはい、まあ、今回はねお話し会が、はい、6部制になったということなんですけどまずは本当に皆さんありがとうございます。感謝です。皆さんのおかげです。こうして6部制になったのも本当に皆さんのおかげなのでめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございますこんばんは。こんばんは。
ゆずの選抜歓喜ばかりな、ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。体調だいぶ良くなりました。お、よかった、ありがとうございます。5番目の投票枠もあるから、登録してくれた人も増えたみたいで嬉しい。そう、これ言うとあれやけど、私がその結構 SNS でグラビアのオフショット載せることはあるんですけど、モバメで載せることってほんまにごくごくまれっていうの、そんなめちゃくちゃ毎回載せてるってわけじゃないんですけど、今まで載せてなかったものを載せるっていうことでインスタグラムのストーリーで呼びかけたら、そのインスタじゃない、グラビアで私のことしてくださった方もたくさん登録してくださったみたいで、そういう方たちも巻き込めたらいいなと思ってますそれでも今回6部制になったということなんですけど、もうすぐにでも完売させてフル部数7部目指したいなって思ってますオフショット来るとおって声出るそらそうやな急に来るとそう、絶対に早く完売させてまた部数追加できたらいいなと思ってます。巻き込まれます、巻き込まれてください、いっぱい。そう、リアルお話し会もあるので、まあその時にねコロナが落ち着いてたらいいんですけど、もしね皆さんが会いたいと思ってくださったら、ほんと無理せずでいいので来てくださったら嬉しいです、うん、坂下真子ちゃんにオフショット送った、違うんです、もう私連絡先交換できてなくて、真子ちゃんとまたできたらいいなと思ってます。本当に無理せずでいいので、もうね今コロナすごい増えてきてるんで、皆さんも体調に気をつけて、感染予防対策っていうのしっかりして、そう、生誕祭もありがとうございました。皆さん、もう私の伝えたいことは全て伝えれたので、コロナやから無理か、そうね、やっぱ怖い部分ありますよねコロナで。そう、私も本当に移動が多いので、もうその時は絶対なんていうの、もうずっとあれしてます、公園とか結構激しい動きするときはなんていうの、ピッタンみたいな、ウレタンのマスクなんですけども、外に出るときは絶対不織布のマスクにしてます、怖いので。生誕祭ほんとすいませんって感じです。なんで？なんで謝るんですか？生誕ディカー行くときにより、ありがとうございます、嬉しい。不織布のマスク、今回はね、なんか南部とかじゃなくて名前にしてて、いつもだったら4部5部6部とかじゃないですか。私のツイッターの画像を見てくださった方は分かるんですけど、びっくりした、ちょっと待ってな。そう、私もう一個の携帯がなくて、2台持ってるとか、 iPad しかないんですよね。昨年のグラビアからゆずちゃんを知り、今ではもうすっかり NMB48 に巻き込まれました。やったー、嬉しいありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいです、巻き込まれてありがとうございます。 NMB の沼に入ってくださって、こんばんは、山田すずのライブーズ、おすず今日ライブか、頑張ってるね、めちゃくちゃ嬉しいです、巻き込まれてくれてなんか最近そういう方がすごい増えてきてて、
もうほんと幸せ者だなって思ってます。なんか4部5部6部とかもいっぱいあった、いつもそうやって読んでたんですけど、今回はね元気 100% タイムとか、4部は元気 100% タイム5部はね、そういっぱいあります。6部も今日また少し癒し注入タイムとか、今回はそういうちょっと可愛らしい感じにしてるので、そうぜひぜひ楽しみにしててくださったらいいなと思ってますうん、切り抜きで気になって見に来ました。あ、ありがとうございます。何の切り抜きやちょっと照れて 100% タイム言うのやめてなんでバレたおもろ、うん、そう今回はあのあかん、ちょっと照れてのやつがちょっとつぼるわ。今回はあのなんていうの、 今までやったらさ何かのアニメのコスプレとかをしてたんですけど、今回はねちょっと虎年ということで虎の何コスプレだったりとかもできたらいいなと思ってるので、するので楽しみにしててくださったら嬉しいです。そう2月26日が、まあ、バレンタイン過ぎちゃってるんですけど、その日が一番バレンタインに近いんですよ。そうだからバレンタイン系のコーデにしようと思ってて、でキューブだけあのドレスコード、まあ、紫か黒のどちらかにしようと思ってます。で2月27日があのココナと海山ココナちゃんと中野未来ちゃんと私の3人であの何おそろコーデをしようと思ってます。で7部から髪の毛だけ変えようと思ってるので、ぜひぜひ以前の公演で笑顔可愛いなと思っていた、えらいことになってはっておーって感じで今に至ります。じゃあ私の沼にハマってくださったんですか、それはドレスコードってこっちもそれに揃えなきゃいけないって意味？まあそうですね、できたら合わせてくださったら嬉しいです世話3人取らないとじゃん、なんでなんで SNS で見れるやん、そんなSNS で見るじゃないですか。おそろコーデの日はここミラも撮るべき、え SNS で見れるんじゃないですか写真を沼って表現しっくりくるの、ほんまに沼ですか。そんな SNS で私がいっぱい写真あげますよい初めてお話し会出る人へ、ゆずちゃんめっちゃ喋るから大丈夫です。いやほんまに大丈夫です、ほんまにそれは自信ある。友達 NMB 勧められてゆずちゃんの沼にはまりました。お話し会も楽しみです。え来てくれるんですかお話し会嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです、来てくれるなんて。なんかそうやって NMB に沼にはまって、そしてその上の私に沼にはまってくれるっていうのがすごく嬉しいです。これ見たらピースしてってきた。沼に片足だけはまってますがな、もう両足やん絶対今。初お話し会楽しみ、来てくれるんですね、楽しみに待ってます。初めてお話し会参加するから緊張するけど話してくれない楽しみ、めちゃくちゃ話しますよ私ほんまに。お話し会で下向いてたらすいません、じゃあ私が顔を上げさせます最近女性ファン増えたよね。そうなんかグラビアし始めてから結構増えました、ありがたいことに。坂下真子ちゃんのブログ見て、なんか坂下さんに行こうとしてる人がいた、誰誰、全然あの匿名じゃなくて名指しで言ってもらって大丈夫ですよ全然言ってください確かれいこちゃんいつも沼って言ってるイメージある。じゃあ私は何にしますか、うん、お辞儀増えたら考えているし、そうそうなんです、あのお話し会じゃないわ、生誕祭でいつも
スピーチがあるんですけど、言うこと飛んだらいつもお辞儀しちゃうんです。みんな言ってたよな。そう、私思ってたんです。あのまこちゃんのことつぶやいたじゃないですか、まあ、これ絶対みんなまこちゃんのとこ行くやんって思ってました。待って、知らねんけど沼じゃなくてゆず湯やばい。おもろ、ゆず湯じわじわくるわ。そう、どこまで話したっけ。あ、そう、ほんで3月12日はちょっとガーリーコーデ、ちょっといつもと違う感じの服装にしようかなと思ってます。お話し会どんな話が嬉しい。もう全然何でもいいですよ。そう、なんかあの何やったっけ、ま、今回去年から今年にかけていろんな雑誌に出させていただいてるんですけど、お渡し会みたいなのしてほしいっていう声もいただいてて、ゆずがこうやって なんていうの実際に会って渡すんじゃなくて、このオンライン話し会でそれっぽい感じのことをしてほしいっていう、そういうことを言われてるので、恋バナあったらしてあげる。そう、私人の恋バナ聞くの大好きなんで、全然そういう話でもなんかのろけ話でも大丈夫です。やってほしい。そう、なんか言っていただけてるのでいっぱいできたらいいなと思ってます。え、それはさ、ゆずも雑誌持っていったらいい？私も持っていったらいいですか？それはなんかお話し会ってほんまに1枚15秒なんですよ。ほんまに足りひんくて、あのファンの方も思ってると思うんですけど、私も思ってるんですよ。え、待って、やばい、15秒しかないと思っちゃう時があるので、まあ、できればあの2枚3枚ぐらいからが、まあ、一番話しやすいんじゃないかなと私は思いますね。終了すぎるか大丈夫。じゃあ私がもうこうやってエアーでこうやって渡します。ほんまに15秒はあの繋がる時間もなんて言うんですか、15秒のうちに入ってるんですよ。だから例えばラグがあったとして5秒無駄にしたらもう10秒しか話せないっていうのがあるので、ほんまにせめて3枚からっていうのが一番なんていうの、結構話しやすいかなって思います。そう、なのでぜひぜひ待ってますね。そう、なんか1枚やと事故ったらさ、結構すぐ切れちゃうんですよ。割となんか握手会の時ってほんまちょっとだけ粘ったりできるじゃないですか。あと1秒とかってできるけど、できないんでそれが。そう、おーおーおー、すごいすごいすごい。外からでも大丈夫。結構お外からやられてる方もたくさんいらっしゃるので全然大丈夫です。4枚イコール1分。そう、ほんまにそう、1分がほんまにちょうどいい、マジで。粘る得意だったかも。確かにそのイメージはあります。覚えてますよ、ちゃんと。でも嬉しかった、長く話せるから。握手会、女の子の剥がし弱かったけど、オンラインお話し会はどうにもなる。いや、ほんまにそうなんよ。すぐプチって切られちゃうから、なんか余韻とかないよな、何も。少ないですけど一部だけ当たってました。本当ですか？来てくれるんですか？楽しみに待ってます。はじめまして、マイロって書いてる。マイロ、はじめまして、受験です。カズアキさん、ありがとうございます。でゆずはさ、そのなんていうの、みんなと話し終わったとしても次があるんよ。そプチって切ったらスタッフさんがじゃあ次行きますって言ってくださるんですけど、もしゆずがファンの方やったら、あ、ちょっとって絶対なる。1枚だけやったら、またしかしかまたしかしか映さんけどいい、まあしゃあなしな。可愛かった、この間覚えてます。そう、だからすごいなんかあってなっちゃう、ゆずやったら。お話し会で覚えてくれたりとかしますか？え、するよ、絶対する。
1日は店の中になりそう。ガチ仕事服だわ。全然いいですよ、どんな格好でも。裸以外ゆずき浴力えぐい。なんかこの間、今日やったっけな、今日もスタイリストさんに言われました、ほんまに記憶力がやばいって。カウントダウン見えたら焦る。そりゃそうですよね、ゆずも焦るもん、カウントダウン見えた瞬間。そう、ほんまに5秒前に出るんですよ。そう、ゆずはとたくさん話したいから部数増やす。本当ですか、ありがとうございます。あとはね、そう、3月12日がガーリーコーデで、4、5、6部がドレスコード黄色で、7、8、9がドレスコード青なんですよ。そう、その記憶力がきっかけでした。もうめちゃくちゃすぐ覚えましたよそうで、3月13日が次の日はホワイトデーやんの、ホワイトデーやから、そうだから、あのホワイトデー系のコーデにしたいなと思ってて、もうその日は全部の部数あの真っ白です。コーデ、ドレスコード 4,5,6,7,8,9 部は真っ白です。で3月19日が 4,5,6 が虎のコスプレで、789が生誕祭の生誕ティーを着ようと思ってます。今回ね、生誕ティーはあのバックプリントがなくって、ここの袖にそうなんかあの19って印刷されてるのでそれも楽しみにしててください。名前のとこに最初伝えたい言葉書いとけば、そこから会話スタートできる。できます、それがもう一番ゆずは頭いいと思ってる。何グラそろそろ決めたくていい。そう、何グラも決めなあかんのよ。なんかあれやな、ステージが開いた瞬間なんかファンの方がびっくりしたみたいなやつやんな。それも今日決めようかも。それで3月20が456がうさぎのパジャマで、789がクマのパジャマです。声もなんかあんまりしたことないようなあんまりする機会がないのでレアなんじゃないかなと思ってます。で最終日の3月21日が456が、まあもう春なんで春コーデで、ドレスコードピンクです、春ということで。で789が巫女さんですね、最後の締めは巫女さんです。巫女さんのコスプレでドレスコード赤になってます。3枚で初めましてしようかな、しましょう、ぜひ楽しみに待ってます、絶対来てください、約束何も考えず自分の行きたい部申し込んだんで買い足します。ほんまに嬉しい。そう、巫女さんやりますよ。また高校卒業してからもう制服は着やん。そう、迷って制服着ようか迷ったけど、もう高校卒業しちゃったんで、またいつか着ようと思います、制服は。お話会入室してから始まるまでツイッターでユーザーと話してるのも一つの楽しみ。そんなことしてたんですか、楽しそう。行ったらいいの、え、来てくれるんですか、みこさん。どの部がおすすめ？全部おすすめなんですけど、でもなんかトラとかさ、もうなんていうの、今年しかできないじゃないですか、なんかレアかなと思ってますお洋服のネタとか共有したら楽しそう。私お洋服大好きなんで全然しましょう、何でも。1枚取れたから3時で追加するね、ありがとう、嬉しい。私年女ってあれやっけ、ヤクロシみたいなやつちゃうっけ。ペット見せたい、全然見せてください。そう、なんかあの前のお家で
オンラインお話し会、自分メンバーも家でこうやってオンラインお話し会してる時は、私もイノスケとかめっちゃ見せてたんですよ。これが私の猫ですとかって言って、そうファンの方も猫ちゃん見せてくれたりしてくださってたんで、こう見せ合いみたいなしてたんですけど、そうもう今それがねできないんで、猫ちゃんがいないところでやってるので、そうしてたんですお家で。そう、そしてね、あの一個ファンの皆さんに聞きたいことがあって、あのアバターを作りたくて、私そうアバターを作りたいなって思ってるんですけど、あれってどうやったら作れるんですか？あれは自分、例えばポイント集めれたとして、自分が絵を描いたらいいんですか？そうショールームのアバターです。そう作りたいなと思ってて、ぜひ。だからポイントですよねあれ。何かしらのアバターを、アバター変えたいなと思ってて、過去一私が頭おかしかった話とかお話しかで聞いてくれ、もう全然聞きますよ、何でも聞く。自分で絵を描くんですよね。そうなんかみんなでアバター合わせた方が統一感があるなと思って、なんでアバターを作りたいなと思ってます。なので配信もいっぱいします。配信をしてポイントを稼いだらいいってことよな多分。どんなんがいいんやろ。残業になって今来れたよ、お疲れ様です。ねえ私もお揃いのアバター欲しい。ギター持っててほしい。おーいいなギター、確かに。めっちゃ前やけどグループお話し会話したのほんまに嬉しかった。じゃあこれを機に私の個別のオンラインお話し会もぜひお時間あれば参加してみてください。あイベントがあるの難しいな。前はショールームイベントでポイント集めてオリジナルアバターを作ってもらえた。あそうなんや。じゃあ期間があるってことですかね。フォローしました、ありがとうございます。期間があるんかな。こんばんは、こんばんは。オリジナルアバターゲットイベントに参加しないといけないんじゃないかな。もう終わったんちゃん期間じゃ。それってチヒはイベント関係なしで作ってたような。なんかさたまにさここにさあれが出るやん、なんかポイントがなんぼみたいな、そういうのが関係してるってことやな多分。うん、そうなんか統一感出したいなと思っててファンの方と一緒に。あしょっちゅうしてんのや結構。じゃあその期間を狙ったりってことですね。初見です、松ぼっくりさんありがとうございます。アクション変えました、ありがとう。わかりました、その期間にまた配信したらいいんですね。この前アイドルの子やってた、マジ。今イベント中ですがアバターはない。あイベントはイベントでもするアバターを作れるイベントと違うイベントがあるってことですか。またありがとうございます。そういうことね。ね、そうめっちゃマネージャーさんに聞いたんですよ、これってこういうことですか、これってこういうことですかっていっぱい聞いたんですけど、ちょっと難しくてアバター作るにしても。そうそういうことですね。 OK です、学びました。じゃあまたそのイベント、お肉もらえるイベントとかもあるの。ああれ
コジリンがさ、なんかあのアイス、なんかイベントのアイスゲットしたみたいにしたショールームのイベントで、それか、そういうことな。そう、ほんまにいろんなイベントやっててなかなかついていけないですよね。お肉とかフグとかハーゲンダッツ、え、参加しよう、いっぱいお肉食べたいお肉の時目かぐやくやん、お肉食べたい、お肉、じゃあお肉あったらやりたいと思います、いつか。ほんまにお肉大好きなんですよ私。もうそんなさ簡単に手に入れれちゃうの。24日変わるみたいき、ゆずが退職か分からへん。じゃあちょっと一回見てみますね。今回美容グッズ、そうなんや。ちょっと待って、ナンバトルのやつも決めてなかったな、今思ったけど、話に夢中になりすぎて。そう、ナンバトルね、じゃあ間違えた、ナンバトルちゃうわ何やったっけあれ何ぐらいやもう何がいっぱいつきすぎて分からへんくなってきた。そう、何ぐらいです。あれ、お、大喜利やな、めちゃくちゃ何しよっかな何がいいやろ、大喜利な。大喜利って結構難しいよな、意外と。忘れてた今、すっかりお話に夢中になりすぎて。何グラとか何バトルとか何バットとか難しいですね。また次の配信にしますか。24まであるんで、なんか今日やっちゃうと情報量いっぱいになりそう。いや、次ショールームしたらね、また皆さんとお話できる機会があるので、じゃあそうしましょう。次にします。何グラは24までやな、1月。次にしますね。そうしましょう。なんか今確かにしちゃうと頭いっぱいいっぱいになりそう。ということで、ナングラは次にしたいと思います。そう、最近ね、なんかなかなかやっぱ撮影とか公演とかもいろいろあって、その公演終わりに15分だけショールームするっていうのはあったんですけど、こうして一緒に何みんなと長々話すっていうのも久しぶりだったので、めちゃくちゃ楽しかったです。じゃあランキング発表しますね。13位、トリオヤジさん、ありがとうございます。12位、トマトさん、ありがとうございます。11位、ヤマピーさん、ありがとうございます。10位、タカシさん、ありがとうございます。9位、マーボーさん、ありがとうございます。8位、ミキちゃん、ありがとうございます。7位、なっちゃん、ありがとうございます。6位ナイトフライさん、ありがとうございます。5位、トラッキーさん、ありがとうございます。4位、アサガさん、ありがとうございます。3位、カニパンさん、ありがとうございます。2位、コニタンさん、ありがとうございます。そして1位はガルゾーさん、ありがとうございます。イエーイ、皆さんありがとうございました。今日もインスタライブいいのやります。じゃあちょっとだけやろうかなと思います。ちょっとだけ少しだけしようと思います。今日も配信ありがとう、こちらこそありがとうございました。そう、インスタライブもねなかなかやってなかったので、ちょっと久々に少しだけやろうかなと思います。ということで、皆さんありがとうございました。今日も見てくださってめちゃくちゃ楽しかったです。何時からどうしよう、じゃあ10時からにします。10時からインスタライブします。7分後か、ちょっと待っててください。なので皆さんありがとうございました。ハッシュタグぜひこれつけてくださると嬉しいです。ナンバトルの。てっぺんも上司も譲らへんで。お願いします。ありがとうございました。スクショタイムだけしとこう。ありがとうございました。じゃあねー。また後で10時に待ってます、インスタライブで。じゃあねー、ありがとう。